日本で行われていた、徴兵検査の後継 AM 検とは、戦前の軍隊、学校、刑務所などで行われた男性の生殖器露出検査を意味する俗語である。サンスクリット語の断根を意味する、マラに由来する M や、英語のメンブラムの頭文字から由来する M から取ったものと言われ、男性器を検査することを M 検と呼ばれるようになった。M 検は1871年春に、 大阪兵学寮で行われた日本で最初の徴兵検査が始まりである。この検査を実施したのは、堀内理国、長瀬時平らが、オランダ医のアントニウスボードウィンからの助言で、オランダの海陸軍船兵検査条例を参考とし、疾病や欠損があれば、兵役に適さないものとして、除外を目的としたものである。集団生活を送る軍隊にとっては、性病の蔓延は、 規律や風紀を乱す者として、厳しく取り締まらなければならない、重要事項であるからである。M 検査は、被検者を全身脱衣させ、性器や肛門を検査した。検査の内容は、素形部、抗眼、陰形の目視と触診を行い、包皮をめくり、気頭を露出させ、陰形を案をして、性病の罹患を検査し、肛門部では伝部を開脚させ、実質、 自老の有無を検査した。陸軍身体検査規則第23条7号で、軍隊での検査方法が確立された。陰部の検査派受検者を、して脱粉度しせしめ、両足を回帰検者に正面して立つ、足種目素頸部、陰形、陰脳、整形、抗がん及び副抗がんの異常の有無を検査し、排尿の、何、異尿の有無を、検視必要あるときは排尿せしめて尿の正常を、 検察とした徴兵検査場では、国防婦人会の女性たちを臨席させて徴兵検査の様子を見せることもあったと言われる。学校では、熊本市の旧姓、第5高等学校で入学志願者に対して身体検査の一部として取り入れていたが、1907年に旧姓がい高等学校の入学志願者に身体検査の一部として実施したことから、その後本格化し。 全国的に旧制高等学校だけでなく、市販学校、大学予科や専門学校まで広がり、男子入学志願者を対象に M 券が行われ、さらに企業の就職試験でも M 券が採用されるようになった。これは、旧制第一高等学校で前年の1906年に在校生を対象に、券量を行ったところ、30から40%の学生が下流病に、 罹患していたことが判明し、学生風紀の乱れを正す意味で、下流病患者は、そこを不良者として、高等学校に入学させない方針が採用されたからである。登録するような人物は、将来あるエリートとして、教育を受ける資格はないと高等学校が判断した、ことである。下流病の罹患の跡があれば、たとえ治癒していたとしても、不合格とさせるほどの厳格な検査が行われ、 身体検査の枠を超えて、素行調査の意味合いを持たせていた。M 県は、下流病の罹患のほかに、非尿器病として、尿、皮膚病、製作静脈瘤、素形ヘルニア、色素沈着、方形、地高の検査項目があった。作家、戸野村茂は私小説、見を尽くしで、国民調用例の予備検査で、町医者から、ひどい方形だねと指摘され、 旧世代三高等学校試験の身体検査では、医師から、G をしているなと言い渡され、屈辱的な感情で検査場を去った記述がある。同じく、作家の野呂国信の詩小説、草の剣で医師に世気を絞り上げられることで、シャバと決別死別世界に入ったことを描写している。他には、作家、 笹岡作次は、海兵団入隊時の M 県で青年が、医師から強制的に勃起させて、祈祷を露出されている風景を描いている。海軍では、定期検査で即席の包茎手術が行われることがあり、二人がかりで強引に包費をめくられ、祈祷が露出することを、日の丸が上がったと描写している。1935年11月15日発刊の 読売新聞9面の健康相談では、入営を前にした青年が、法茎は恥ずべき病気ではないかとの相談を寄せているほど、M 県での影響を伺わせている。この M 県は、戦後、人権意識の高まりや、売春防止法の成立により、東京大学では1957年の入学試験で廃止され、他の大学でも次第に廃止されたが、一部の大学では、 愛媛県の松山商科大学が1970年代まで行っていた。自衛隊では男子自衛官の身体検査として行われていたが、現在では問診で代用されている。広島県警で1988年に採用試験で性病検査の目的で下半身の触診を行ったことで、ブラック解放同盟から人権侵害であるとの申し入れがあった。 ありがとうございます。